皆さん、こんにちは。競艇が開催されるレース場は全国に24カ所あり、それぞれ水質や立地条件が全て異なることから、一つとして同じ競艇場は存在しません。全く条件が異なる24の競艇場を全て優勝するというのはとても難しいのですが、24場制覇を女性選手で達成してしまったのが田口節子選手です。今回はそんな田口節子選手の経歴や意外なプライベートについてご紹介していきます。まずはじめに田口節子選手のプロフィールをご紹介します。名前、田口節子。生年月日、1981年1月14日所属支部、岡山。身長162センチ、体重45キロ、級別 A1。 デビューして20年以上のキャリアとなっていますが、いまだに第一線で活躍している女性選手です。田口節子選手の父親はボートレースが好きで、田口節子選手が17歳の時にボートレース選手養成学校の試験を受けてみてくれ田口節子選手に伝えたそうです。特にやりたいことも見つからなかった田口節子選手は、この一言がきっかけで大和養成学校の試験を受けます。しかし大和養成学校は毎年競争率が10倍を超えるというとても狭き門であるため、学生時代に別の競技で輝かしい成績を上げている人でさえ一発で合格することは至難の業です。ところが田口節子選手は、一度受けてみるかという軽い気持ちで受けてみたところ、なんと一発で合格してしまいます。そんな環境の中で厳しい授業の日々を送るのはとても辛かったようで、当時は軽い気持ちで進めた父親のことを恨むこともあったそうです。また田口節子選手の妹さんは再生不良性貧血とバセドウ病という2つの重い病気に罹患して2度入院した経験があるなど、もともと体がそれほど強い方ではありませんでした。それでも一人で地道に頑張っている姿は、田口節子選手にとって大きな励ましや力になっていて、後に妹の頑張りを見たからこそ自分はここまで来れたとインタビューで語っています。競艇が好きでレースをやっている時は本当に楽しいと語る選手もいますが、田口節子選手の競艇に対するスタンスはそういったものではなく、あくまでも競艇は仕事であるというスタンスです。しかし元来負けず嫌いなので、勝ちたいではなく勝たなければならないという気持ちで日々レースに臨んでいるとのことなので、精神的にはとても辛いと話しています。しかし優勝した時の達成感や充実感に関しては他の仕事ではなかなか味わえないので、このことだけは競艇選手になってよかったと感じることだとも話しています。田口節子選手は競艇に対してあくまでも仕事であるというスタンスを貫き通しているからこそ、どんな時でも冷静に状況を見つめ、いかにして勝つかということだけに集中できるのでしょう。そしてそれがこれまでの輝かしい実績につながっているのではないでしょうか。田口節子選手は1999年11月10日山口県にある下関競艇場でデビューします。新人のため6コースからの進入でしたが、田口節子選手はデビュー戦を2着でゴールするという大健闘を見せました。そしてそれからわずか1ヶ月後の1999年12月、地元岡山県にある小島競艇場で田口節子選手はなんと初勝利してしまいます。デビューしてわずか1ヶ月に新人選手が地元岡山県で初勝利するというこの快挙に、小島競艇場は大いに盛り上がりました。それからも田口節子選手は新人らしからぬ活躍を続け、デビューからわずか4年目の2002年には G1 レース初出場、翌年の2003年には現在も良きライバルとなる大先輩の寺田千恵選手を破って初優勝に輝きます。また2005年にはデビュー6年目でありながら G1 レース初優出を決めています。2005年5月にはファン投票によって出場選手が決まるボートレースオールスターに初出場、これが自身初の SG レース出場となりました。
このように好調を維持し続けた田淵節子選手でしたが、負傷によって2006年末から2007年初めにかけて長期欠場を余儀なくされます。その結果、出走回数が足りずに B 級へと陥落してしまいましたが、すぐに元の A1 級に復帰しています。 A1 級に復帰してすぐ田淵節子選手は2007年のボートレースオールスターに出場すると初勝利を勝ち取ります。そして2011年3月6日 G1 レースである第25回女子王座決定戦で見事 G1 レースに初優勝します。この優勝は4000番台の選手としては初めてとなります。さらに田淵節子選手は翌年の女子王座決定戦にも優勝し、同じ G1 レースを2連覇するという快挙を達成します。そんな中、田淵節子選手は同じ85期の選手である田中健太郎選手と2014年に結婚、同時に妊娠していることを発表し産休に入ります。その結果、最下級の B2 級までランクを落としたものの、2016年後期には A2 級へ昇格し、2017年前期には A1 級昇格と、あっという間に元の級別に戻りました。ところが、そんな公私ともに努力している田淵節子選手が大きなショックを受ける事件が発覚します。2016年1月18日、旦那様である田中健太郎選手は近所のコンビニの前に停車していた女性の自転車のカゴの中から購入したばかりの女性用長袖シャツを盗んだ疑いで逮捕されてしまいました。田中健太郎選手は容疑を否認していて、当時は酒に酔っていて覚えていないとコメントしており、協会側も現時点では事実を確認できていないので回答はできないと答えを濁すようなコメントを残しています。しかしながら、この事件は田淵節子選手にとってはとても耐えられないような事件だったようで、このあとすぐに2人は離婚し、親権は田淵節子選手が持つことになりました。プライベートではトラブルがあったものの、田淵節子選手はそれ以後も第一線級の活躍を見せ続けます。2017年には津協定場の一般戦で優勝し、これが記念すべき通算50回目の優勝となりました。そして2021年9月19日、唯一優勝できていなかった福岡協定場で開催された G3 オールレディースで優勝し、女性選手として初めて全24協定場を制覇しました。協定は仕事というスタンスで淡々と冷静にレースに臨んでいる田淵節子選手も、この快挙を成し遂げたことは嬉しかったようで、試合後のインタビューでは涙ぐむ場面もあったそうです。2022年12月に大阪市の住之江ボートで争われた女子最高峰の一戦、プレミアム G1 の第11回クイーンズクライマックスで、最終日の31日12レースで優勝戦を行い、2号艇の田淵節子選手が2コースから指して優勝しました。同じ2コースからまくって制した前回大会に続き、大会史上初の連覇を達成しました。田淵節子選手は年間3度目の V で2022年を締めくくりました。 G1 は4度目、通算では68回目の V となります。レース後にピットへ戻り、ヘルメットを脱いだ田淵節子選手の瞳はすでに涙が溢れていました。向けられたマイクに嬉しいですが第一声でしたが、声を震わせながら、今節は楽しめた、頑張ろうと思える一節になったと言葉を続けました。勝負の世界で生きているので、いろいろなことを思い浮かべました。厳しく辛いことも多い中で、強く込み上げるものがあったそうです。トライアル3回戦当日、田淵節子選手は選手になって初めて試運転中に転覆してしまいました。水面が固く乗りづらい住之江で、そのアクシデントは3周全部が怖かったですと脳裏に焼き付きましたが、連覇のプレッシャーはなかったと冷静なレース運びでした。2コースなので初動だけはと、勝つための調整も狂いはなく、スタンドの大歓声にも何も聞こえなかったほど集中していたそうです。2021年に続き女子最高峰の大晦日決戦を制し、 G1 タイトルはこれで4つ、女子トップの山川美幸選手に並びました。ファンの前でやればできると叫んだ年末の女王は、
技術とかは若い子にはかなわないと、確実に力を伸ばす後輩の力を認めながらも、新たに目指すべき目標が見えました。いかがでしたか？今回は輝かしい成績を残し続けている田口節子選手の経歴やプライベートについてご紹介しました。 SG レースなどでも男性選手に負けない活躍を見せ、女性選手の中でもトップクラスの実力を持っている田口節子選手にはこれからもさらなる活躍を期待したいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。